へい、せい、ジャンプ、山田涼介。ライブはファンの方に夢を与える場所。ファンタスティックス、ヤギー雄星の悩み相談に、ファンファースト、な回答。モデルプレスイコール2024年10月3日、平成ジャンプの山田涼介とファンタスティックスのヤギー雄が、4日発売の雑誌、日経エンタテインメント。 2024年11月号、日経 BP の通常版表紙にに登場。連載中のヤギの連載、The Only One with Entertainment に初めてのゲストとして山田を迎え、事務所の垣根を越えたコラボレーション企画が主流となり、エンターテインメント界がボーダーレスとなった昨今のボーイズグループ市場での自身の立ち位置や強みを語った。 写真、ジャンプ山田涼介ファンタ八木雄星が密着。八木雄星、山田涼介にライブでの悩み相談デビュー17周年目に突入し、1年4ヶ月ぶりの34枚目のシングル、UMP も好調な動きを見せているへえ。聖、ジャンプ、グループの顔、としてセンターに立つアイドル性を持つ山田は、 俳優業や YouTube などでマルチな活躍を見せている。一方、ヤギはファンタスティックス初のアリーナツアーを完走させ、ボーカルとしてグループを牽引。俳優活動も積極的に行っており、現在はファンタスティック6としてライブステージ、バックトゥーザメモリーズが公演中となっている。両アにユチェと呼び合い、兄弟のように仲が良い二人だが、 仕事の話をするのは今回が初めて。せっかくなので仕事の話をお願いできますかとの要望に、何でもどうぞと少し照れくさそうにインタビューがスタートした。双方ともにアーティストと俳優の顔を持ち共通点の多い二人は、インタビューが進むにつれて一緒だ。と共感ポイントが増えていく。山田は、 やっぱり考え方が似てるんだね。お互いの置かれた環境が似ているから、分かち合えるものもあるし。だから気が合うのかもしれないなと分析した。話はライブ演出に及び、ヤギは自身最大規模の幕張メッセでのライブを終え、キャパシティの大きな会場での演出の難しさを痛感したと語る。ヤギがドーム常連組の兵、生、 ジャンプで演出も担う山田に悩みを打ち明けると山田は、どの席にいても満足できるように、ファンサービスをするのはカメラにだけ、というマイルールを明かした。山田良介八木雄星、将来の大きな夢語る。夏の大型歌番組などでも事務所の垣根を越えたコラボレーションが多く見られ、日本のエンターテインメント界もボーダーレスとなってきた。 そんな今の時代の動きについて、互いに切磋琢磨しながら時に支え合い、みんなで生きていこうとする姿勢はすごく素敵と山田が語ると、八木は山田とコラボする夢を掲げた。未来に向かい、監督として、自分の思い描く世界観で撮ってみたい。山田、時代劇に挑戦したい。作品を通して、日本の良さをアピールできる俳優になれたら、 ヤギという大きな夢も明かした。さらに対談では、俳優業との両立でしんどかったスケジュールは、30歳になるまでにしておいた方がいいことは、などヤギからの等身大の質問が投げかけられた。終盤には、一緒に行きたいところがあると話を切り出し、二人で盛り上がる一幕もあった。山田涼介ヤギ雄星。 自身の武器とはソロインタビューでは、日本だけではなく韓国からもボーイズグループが軒を連ねる中、自身の戦い方について語っている二人。山田は、自身の強みをライブだとし、誰が見ても楽しめるエンターテインメントを作っている自負があるという。ライブはファンの方に夢を与える場所だと思っているので、皆さんが思い描く、 山田良介であるために気合を入れて挑んでいますとファンファーストな一面を覗かせた。ヤギは技術で戦おうとするのではなく、オリジナルの武器を磨く方が大切とし、FATNATASTICS らしさについてコメント。さらに、自分の理想ばかりで進んでいくのではなく、常に求められている自分でいたいと、理想の自分、と、 求められる自分との狭間で考えていることを打ち明けた。プライベートトークでは、カラオケで絶対に歌う曲、お酒が強いのはどっちなど10問を掲載。共通点やこだわりが垣間見え、ここでも二人の兄弟っぷりが感じられる。普段はしない仕事話や疑問点をぶつけ合ったことで、新しい発見が生まれていた二人。 互いのリスペクトが深まるロングインタビューになっている。特装版表紙は BOYNEXTDOOOR。一方、特装版の表紙は、韓国で昨年デビューし、日本でも人気急上昇中の6人組の BOYNEXTDOOR。総論、ソロインタビュー座談会など全14ページで、 その人気と伸びしろに迫る。第一特集は、日経エンタテインメントの新たな人気定番記事となっている、推し活マッピング、中島健とインタビュー、ビジネス事情の最新版の3部構成による、推し活最前線。その他、田中圭、神木隆之介のインタビュー。 10月期のテレビ改編特集ダンダダンなどアニメ注目3作の研究が掲載されている。モデルプレス編集部。